カードラボサテライトショップチャンネル、はい、どうもマコです。そしてハルジアです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、今回も対戦を行っていくんですけれども、今回はね、僕はねドライトロンデッキを使うと思ってますよ。はい、こちらフランキッズデッキを使います。はい、どちらもシングル戦で強いと評判のデッキですね。はい、そうですね。といえば今度行われる YUDT もシングル戦ですね。そうなんですよね。はい、というわけで今回は本気のデッキで真剣勝負をしたいと思います。絶対に負けませんよ。はい、こっちも負けるわけにはいかないんで、やっていきましょう。デュエル、私の先行です。オーケー、スタンバイフェーズ。はいよ、メインフェーズに入ります。はい、こんなことあるんですね。これね、カード1枚セット。はい、この1枚すべてをかけます。エンドフェーズ。はい、ターンエンドです。お、いいんですか。行きましょう。俺のターン、ドロー。ではスタンバイフェーズ、何もなし、メインフェーズに入ります。はい、スキルド魔法ドライトロン、ファフニールを発動します。ファフニール、はい、発動者の処理としてファフニール以外のドライトロン魔法ドロップカードを手札に加えます。漏れなくて押します。オーケー、じゃあ加えます。というわけで今回加えるのがメテオニスドライトロンですね。メテオニスドライトロンは儀式魔法ですね。はい、まあ、これがないと始まらないですからね。ですよね。はい、というわけで加えましょう。そしてデクレアラーディバイナーを通常召喚します。なるほど、じゃあ召喚に成功した時の効果ですか。はい、使います。ではエクストラデッキからアークデクレアラーを墓地に送ります。はい、墓地に送られたアークデクレアラーの効果が発動します。 OK です。はい、ではデッキから儀式モンスターを手札に加えます。はい、これで手札に儀式モンスターと魔法が揃い踏みですね。はい、というわけなのでドライトロンメテオニス DRA を手札に加えます。はい、はい、というわけで早速やっていきましょう。はい、では手札からメテオニスドライトロンを発動します。なるほど、儀式召喚ですよね。はい、これにチェーンします。いいでしょう。増殖する G を発動。なるほど、では続けてメテオニス DRA を墓地へ送り、ブルーアイズカオスマックスドラゴンを儀式召喚します。おお、1枚ドローします。はい、ではこれでメインフェーズを終了してバトルフェーズに入ります。はい、デクレアラーディバイナーで、直接攻撃します。いきましょう。500ダメージ。はい、そしてブルーアイズカオスマックスドラゴンで直接攻撃します。はい、よかった、守備表示モンスターとかいなくて4000ダメージです。はい、はい、ではこれでメインフェーズ2に入って何もせずにエンドフェーズに入りたいと思います。はい、では次こちらのターンですね。はい、ではドローフェーズ。はい、ドローします。いや、本当に増殖する G 使ってよかったですね。何、スタンバイフェーズ。はい、メインフェーズに入ります。はい、手札からプランキッズランプを召喚。はい、プランキッズランプ1体でリンク召喚します。いいでしょう。それでね、プランキッズミューをリンク召喚します。はい、でプランキッズモンスターはリンク素材と融合召喚の素材になるときに、効果がありまして、はい、プランキッズランプは相手に500ダメージを与えた後に、デッキからプランキッズランプ以外のプランキッズを特殊召喚できます。ではその効果にチェーンして、はい、春うららを発動します。春うららですか、来ると思ってましたよ。なんだって。私はそれにさらにチェーンして抹殺の指名者を発動。なんだと、宣言は春うららです。やばい。ということでデッキから春うららを除外してその効果を無効にします。はい、じゃ無効にされました。はい、ということでチェンジのプランキッズランプいきます。はい、相手に500ダメージを与え、はい、敵からプランキッズドロップを特殊召喚。いいでしょう。危ない危ない、まんまとやられた気がするぜ。よし、ではさらにプランキッズドロップとプランキッズミューでリンク召喚。いいでしょう。それで敵からリンクにプランキッズドゥードゥルをリンク召喚します。お、来たリンクに。はい、リンク召喚に成功したプランキッズドゥードゥルの効果をチェンジ。はい、リンク素材になったプランキッズドロップの効果をチェン2で発動します。はい、まずプランキッズドロップの効果で自分は1000ライフポイントを回復し、プランキッズモンスターデッキから特殊召喚だ。いいでしょう。はい、でさっき受けたダメージをちょっとでもね回復したいですね。ね、4500を与えましたね。はい、ではこの効果でプランキッズロック特殊召喚です。ちょっと守備力が高い。はい、そしてプランキッズドゥードゥルの効果でプランキッズ魔法トラップを1枚手札に加えられます。はい、こちらプランキッズプランク、プランク手札に加えます。筋トレかな。筋トレだ、プランクだからね。うん、そしてプランキッズロックとプランキッズドゥードゥルでさらにリンク召喚。あ、またリンク3か。はい、今度はリンク2ですよ。リンク2か。はい、プランキッズバウアウ、さらにプランキッズロックがそれになったので、はい、効果発動。はい、手札からプランキッズカード、プランキッズプランクを除外して、はい、1枚カードをドローします。いいでしょう。その後デッキからプランキッズモンスターを特殊召喚します。うん、ここがねプランキッズのね強いところですね。強いね。プランキッズパルスを特殊召喚です。はい、よし、ではさらにプランキッズパルスとプランキッズバウアウでリンク召喚。はい、はい、それでもう一回プランキッズドゥードゥル、またドゥードゥル来た。はい、リンク召喚します。まあ、ドゥードゥルの方が単位に1回なんですが、うん、パルスの方がまだ使ってないので。あー、なるほどね。こっち発動です。デッキからプランキッズカード1枚墓地へ送って、デッキからプランキッズモンスターを特殊召喚です。はい、いいでしょう。いや、1枚からねこんだけ繋がれなんてすごいですよね。ね、デッキのプランキッズの大作戦墓地へ送って、はい、プランキッズドロップを特殊召喚します。はい、そしてプランキッズドゥードゥルの方が発動。はい、自身をリリースして発動できます。うん、墓地からプランキッズカード2枚手札に加えます。いいでしょう。それではプランキッズパルスとプランキッズランプを手札に加えます。 OK。 そして速攻魔法発動、プランキッズの大暴走。これはやばいぞ。はい、手札のランプ、パルス、ドロップの3体で融合します。いいでしょう。それで出すのはもちろんプランキッズ3体融合、プランキッズハウスバトラー。
これやばいの来た ね。それではこのままバトルフェイズ。いいでしょう。フランキッズハウスバトラーでブルーアイズカオスマックスドラゴンに攻撃。カオスマックス4000ありますけど大丈夫ですか？それは大丈夫。手札からハーピーの羽暴起をして禁じられたひとしずくを発動。おっと。フィールドのモンスターを選び、はい、攻撃力を半分にし効果も無効にします。くー、対象にならない効果もこの効果の前では使えないぜ。はい、カオスマックスドラゴンの攻撃力を半分にします。はい、2000になりました。ということでこちら3000なので1000ダメージです。破壊されましょう。それではこれでバトルフェーズは終了。はい、メインフェーズ2に入ります。はい、カードのセットはなくていいですね。これでエンドフェーズ。はい、ターンエンドです。ではターンいただけます。ではドローフェーズ、スタンバイフェーズ何もなしメインフェーズに入ります。はい、まずはカオステリトリーを発動します。カオステリトリー、なるほど。はい、手札から、光属性のバンアルファを墓地へ送って効果発動します。はい、デッキからレベル4から8の通常召喚できない光闇のモンスターを手札に加えます。どうぞどうぞ。今回加えるのは暗黒竜コラプサーベントですね。コラプサーベント、はい、はいはい。では続けて、はい、墓地に存在するアークデクレーラーをゲームから除外することで手札からコラプサーベントの特殊召喚します。なるほど、光属性を除外して特殊召喚できる。はい、そしてコラプサーベント1体でリンク召喚します。はい、ではリンク1ストライカードラゴンを召喚。ストライカードラゴン、そして墓地に送られたコラプサーベントの効果を発動します。はい、ワイバースターを。はい、ワイバースターを手札に加えます。はい、これがね強いんですよね。ではワイバースターを手札に加えます。はい、そして、墓地のコラプサーベントを除外して、はい、ワイバースターを特殊召喚します。ほほ。そして墓地に存在するカオステリトリーの効果を発動します。除外されているコラプサーベントをデッキの下に戻すことで1枚ドローします。はい、1枚ドロー。では続けて手札からドライトロンノバを発動します。ドノバ、はい、デッキからドライトロンモンスターを特殊召喚します。どうぞどうぞ。はい、アルゼータを特殊召喚します。はい、はい、ではここで、はい、モンスター効果発動。はい、フランキッズハウスバトラー、はい、自身をリリースし発動できる。はい、で墓地のフランキッズミュア、フランキッズモンスターが自身をリリースして効果を発動する場合、はい、代わりに墓地から除外できる。はい、ということでこれを除外して発動します。はい、フランキッズハウスバトラーは自身をリリースし相手フィールドのモンスターすべてを破壊する。許さない。これで何も出ないはず。ターンエンド。よっしゃ。こちらのターンです。ドローフェイズドロー、スタンバイフェーズ、はい、メインフェーズに入ります。はい、では手札からプランキッズパルスを召喚。いいでしょう。プランキッズパルス1体でリンク召喚。はい、またあの人を出しましょう。プランキッズミュー。はい、それではこのままプランキッズパルスの効果発動。はい、リンク相談になったのでデッキからプランキッズカード1枚墓地を送ってデッキからプランキッズモンスター1体を特殊召喚です。いいでしょう。では私はこの効果でプランキッズハウスを墓地を送って、はい、プランキッズランプを特殊召喚します。はい、まだまだフランキッズミュートランプでリンク召喚。はい、ここで出すのはリンクにフランキッズバウアウ。バウアウ、そしてランプの効果発動。はい、デッキからフランキッズモンスター1体を特殊召喚します。はい、さらに相手に500ダメージいただきましょう。この効果でフランキッズロックを特殊召喚します。そんなわけでバトルフェイズ、はい、フランキッズバウアウで直接攻撃受けましょう。2000、そしてハウスバトラーで直接攻撃3000。なるほど、5000向けたか。はい、それではこちらでターンエンドです。はい、やっていきます。はい、ドローフェイズ、ではスタンバイフェイズメインフェイズ入ります。はい、では手札からバンアルファをリリースして、はい、墓地のバンアルファを特殊召喚します。その効果にチェーンします。はい、デッキからカードを手札に加える効果を兼ね備えているため、はい、カルウララが発動できます。なに、つまり召喚ができないってことですか。はい、そうですよ。ひどい。じゃあこれでメインフェイズを終了。はい、エンドフェイズを迎えます。おほ、それではこちらのターンに行きましょう。はい、ドローフェイズドロー。ドロー、これはもういけるんですよね。うん、バトルフェイズに入ります。はい、フランキッズバウアーで直接攻撃受けます。ゼロになりました。負けます。私の勝ちだ。はい、というわけで対戦は終えたわけなんですけど、はい、ここからはおすすめのデッキを3つほど紹介したいと思います。なるほど、ドライトロンとプランキッズ以外にも。はい、そうですね。はい、ということでまず早速紹介するのは、ダイーザのデッキですね。あ、クレマジュダイーザ。はい、はい、村クマのオルシと一緒に使われるこのデッキなんですけれども、まあ、インスペクトボーダーとかライオー、あとはですね多数のトラップカードを使って相手の妨害しつつ、除外されているカードの数で攻撃力が変動するグレンマジュダイーザを使って一気にライフを削るデッキですね。はい、最近は金マンネ謙虚な壺が入ったことによりグレンマジュダイーザを探しつつも、除外するカードを増やすことができるので安定性が増したんではないかと思います。はい、バンゼル戦ということでサイバードラゴン定番ですけど、うん、先行でも後攻でも結構動けまして、うん、先行だった場合は、まあ、サイバードラゴンノバからサイバードラゴンインフィニティを出して、はい、相手のカードを無効にする構えを取りますね。うん、高校が結構強いですね。うん、高校の場合は、まあ、サイバードラゴンコアとか、うん、あと、まあ、機械複製術なんかを使って、はい、まあ、サイバードラゴンいっぱい揃えてからの融合モンスターとか、うん、リンクモンスターで一気に攻撃力を上げたサイバードラゴンのモンスターで代表削りに行くと。いや、派手でかっこいいですね。はい、はい、では最後に紹介するのは12獅子ですね。あ、12獅子、はい、まあ、昔から根強いテーマではあるんですけれども、
まあ、先行の場合はドランシアで、後攻の場合はアーゼウスを狙っていくデッキになりますね。まあ、ワイルドボーからのアーゼウスですね。はい、そうですね。ワイルドボーからアーゼウスですね。まあ、とても足が速いデッキなので、はい、スピーディーなデュエルが得意な方におすすめなデッキになってるかなと思います。そうですね。ジュニシシは、前に出したサテライトショップ社内の動画でも使いましたので、そうなんです、まあ。そちらもぜひ参考に。はい、見てみてください。はい、というわけで、対戦とデッキ紹介が終わったんですけれども、はい、いやー、悔しかったです。いやプランキッズがね勝ったんですけど、まあ、ハウスバトラーのね効果が決め手になったかなと思います。あれは辛いっすな、はい、いやあの時 ね手札少ない状態でちょっとドライトロンノーバ引いたんで、はいはいはい、ちょっと嬉しくなっちゃって使っちゃったんですけど、はい、まあ、今思えばなんですけどね、あれする前に天章のコーディネラルをリンク召喚しとけばよかったかなっていう風にちょっと思うんですよね。あのコントロールを入れ替えるやつね。そう確かに、まあ、皆さんもね緊張するとミスも多くなるかなと思うんですけど、イベントの時はね落ち着いてデュエルしましょう。はい、そうですね。まあ YUTT はですね23日開催なんで、もう当選発表もされてるかなっていうふうに思うので、そうですね、ぜひぜひ、当選された方は頑張ってください。はい、応援しております。はい、てな感じでね、こんな感じで今後もデッキやカードの紹介をしていきますので、気になった方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ツイッターの方でシェアしていただけると非常に嬉しいです。はい、というわけで今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。ターンエンド。